おお、こいつはすげえ。こんなにたくさん人がいるぜ。みんな、こんにちは。お前たち、最高だぜ。おい、ちょっと待ってくれ。俺たちウミガメの挨拶をちゃんと知らないやつ、真ん中後ろに見つけたぜ。ガイドさん、はい、これさ、前から数えると何列目になるのかな。多分な、4列目ぐらいだと思うんだ。で、こっちの通路側、黒い甲羅で頭にサンゴが刺さってる大人がいるんだ。そう、君だ。いやー、こんにちは。こんにちは。名前はなんて言うんだい。名前、ゆうたろうって言います。ゆうたろう、よろしく。よし、ゆうたろういいかい。俺が最高だぜって言ったら、両方のヒレをさ、ほら、こうやって元気よく高く上げてほしいんだ。おい、ニヤニヤしてる場合じゃないぜ。リス、ゆうたろう、最高だぜ。ウェーイ、頑張った。みんな彼に拍手を送ってくれ。ゆうたろう、ありがとう。よし、じゃあ今度は、前に座っている子供たちともちょっとお話をしてみたいな。誰と話そうかな。ガイドさん、はい、こっちの前に行ってほしいんだ。前から数えると、これは3列目に行こうかな。通路側から2番目に座っている子供とお話をしてみたいんだ。頑張ってお話できるかな。こんにちは。頭をわざわざ下げてくれてるんだな。気持ちはちゃんと伝わってる。ありがとう。名前を教えて。ゆきな。ゆきなで合ってる。ありがとう。よし、ゆきなは今日は誰と一緒に来たんだい。なんとねーねーとママ。ああ、そうかさ。なんとかねーねーとママと来てくれたんだな。じゃあさ、ゆきなを連れてきたなんとかねーねーとママどこにいるんだい。いたらひれあげて。どこだい。隣にいたんだな。ママどっち。ひれあげて。 ありがとう。ちょっとママと話そう。ママこんにちは。こんにちは。名前を教えて。タエナです。タエナ、よろしく。ちょっとさ、聞いてもいいかい。ユキナや他の子供たちからさ、たくさん質問をされた経験ってあるかい。ないです。ないのか。ユキナはよくできた子なんだな。いや、なぜこんなことを聞いたかというと、俺の息子スクワットはいつも俺にいろんなことを聞いてくるんだ。だから人間の世界でもそういうことがあるのかなと思って聞いてみたんだ。教えてくれてありがとう。ユキナ、ありがとう。なんとかねーねーもありがとう。みんな3人に拍手を送ってくれ。実はな、さっきも息子のスクワットから聞かれたんだ。ねえパパ、人間ってどうして僕たちとあんなに違うのって。俺はこう答えた。いや、わかんねえ。だから今日はみんなに人間について教えてほしいんだ。俺に協力してくれるってやつはヒレ上げてくれ。さあ、どうだい。お、教えてくれるやついるんだな。嬉しいぜ。お前たち最高だぜ。お、ゆうたろう、ちょっと元気なくなってるぜ。頼むぞ。よし、じゃあスクワットからの質問だ。ねえパパ、人間って何食べるのって聞かれたんだ。ご飯食べる人、ヒレあげて。どうだい。よし、ちょっとみんなヒレあげたまま下ろさないでくれ。ヒレはあげたままにしておいてほしいんだ。よし、じゃあどこ行こうかな。ガイドさん、こっちの後ろに行ってもらいたいな。前から数えると3列目に行ってくれ。通路側から数えると3番目なんだ。頭に2枚貝がついていて、なぜかヒレを振ってる人がいるんだ。こんにちは。こんにちは。名前は？あやなです。あやなで合ってるかい。はい。よし、君の大好物を教えて。肉です。肉、それが魚の肉じゃないことを願ってるぜ。あやな、そこから見えるかい。俺たちはさ、ほら、この下に生えているこの海藻、これをたくさん食べるんだ。これをな、わかめ、海苔、昆布、わかめ、海苔、昆布、こうやってバランスよく三角に食べるんだぜ。で、俺の体はこんなにも大きくなったってわけなんだ。あやな、俺の体重何キロぐらいあると思う？5キロ。ガリガリじゃないか。俺300キロなんだぜ。だからあやのもさ、肉たくさん食べて俺みたいに300キロ目指してくれよな。教えてくれてありがとう。お前たち最高だぜ。
よし、じゃあ今度はみんなの番だ。俺に質問のあるやつは元気よくひれあげてくれ。なんだって答えるぜ。さあどうだい。お、たくさんひれあげてくれて嬉しいな。まずは、うん、前の子が質問あるみたいだぞ。ハンクありがとう。今ハンクが言ってくれたのはこっちの前だと思うんだ。前からガイドさん2列目に行こう。端から数えると3番目だ。頭に穴が刺さってる子がいるぜ。こんにちは。こんにちは。名前を教えて。真っ白です。真っ白、聞きたいことは何？忘れた。何だっていいぜ。分かんないな。分かんなくなっちまったか。じゃあ俺から真っ白に聞いていいかい。真っ白今何歳なんだい？5歳か。まだ卵から帰ったばかりだったんだな。まあそれでもさ、勇気を出してヒレをあげてくれたんだよな。その気持ちが嬉しいんだ。俺今150歳なんだぜ。でもな、まだまだ若いんだぜ。その証拠に見てくれ。俺のこの腹6つに割れてる。お前たち最高だぜ。よし、他に質問のあるやついないかい。どうだい。後ろの大人や子供たちもみんな遠慮しなくていいぞ。どうだ、ヒレを上げてくれ。あー、じゃあ今度はどこに行こうかな。ガイドさん、はい、ちょっと遠いかもしれないこっちの後ろに行ってもらっていいかい、うん、で一番後ろのちょうど真ん中あたりの黒い甲羅で頭に白と黒の糊を巻いてるやつがまっすぐヒレ上げてくれたんだ。こんにちは。こんにちは。名前は？テツです。テツ、よろしく。聞きたいことは何？ディズニーシーの人気アイドルではなく一匹の亀として今後の目標なんかあったりしますか？一体何を言ってるんだい。ちょっとよくわからないな。ディズなんて言った？ディズニーシーです。ディズニーシーって何？こっちの話でした。すみません。俺の疑問はどこへ行くんだ。もう少し教えてくれ。人間界に地上に、みんな大好きな夢の国がありまして、うん、そちらがディズニーシーという名前で、うん、うん、こちらの話でした。また話が終わっちまったぜ。ちょっと待ってくれ。君が言ってるそのディズニーシーとこれは関係があるのかな。ドリーがこれにディズニーって書いてあるって教えてくれたんだけど、これテツ、これディズニーシーと関係あるのかい？あります。これなんか名前あるのかい？バズライトイヤー。バズライトイヤーというのか。こいつ面白いんだよ。サンゴの上に横とすら喋り出すんだ。無限の彼方へさあ行くぞって言うんだぜ。でもそれしか言わないんだ。そうか、これそのディズニーシーと関係があるんだな。で、俺の目標かい？そうです、目標。そうだな、目標というか夢があってな、息子たちと一緒にサーフィンをするのが俺の夢なんだ。哲にとって何か夢とかあったりするのかい？サーフィンすることです。そうか、じゃあハワイとかた、あとオーストラリアのグレートバリアリーフなんかで一緒に泳いだりしようぜ。お前たち最高だぜ。よし、他に質問のあるやついないかい？どうだい、みんな遠慮しなくていいぞ。ああ、じゃあ今度はどこに行こうかな。たくさん上がってんだけど前で子供たちがヒレを上げてくれてるんだ。一番前に行こう。で、通路側から3番目から赤い甲羅の子供がヒレ上げてくれてるんだ。こんにちは。こんにちは。うん、名前は？鉄の芯です。鉄の芯で合ってる？合ってる。ありがとう。聞きたいことは何？亀ってどうやったら食べるの？ちょっともう一回言って。亀ってどうやったら食べれるの？鉄の芯、さっきみたいにヒレを高く上げてごらん。うん、で、俺が言ったことを繰り返して言ってくれ。いいかい？亀は友達。亀は友達。餌じゃない。餌じゃない。守ってくれ、頼んだぜ。びっくりする質問だった。お前たち最高だぜ。ハイドロフォン壊れたか。ハロー、うん、
つのエコロケーションってすげえクールなんだ。もう何でも見えちまうんだぜ。あ、そうだ、あのエコロケーションをちょっと人間の中で誰かにやってもらいたいな。そうだな、誰にやってもらうから。よし、あいつにやってもらおう。おい、ゆうたろー、君の出番だ。なあ、ゆうたろー、エコロケーションを使ってさ、俺のヒレが何本上がっているかを当ててみてほしいんだ。いいかい、まずは両方のヒレ、こう頭を横に持ってきて。ああ、そうだ。で、しっかり目を閉じて。うん、で、そのまま下を向いてくれ。ああ、そうだ、ゆうたろう、いいかい。俺が言ってまで絶対に目を開けちゃダメだぜ。で、顔も上げるんじゃないぞ。今の体勢のままで、ううってやってくれ。いくぜ、せーの。ううう。意外とうまいぜ、もう一回いこう。せーの。うーん。じゃあ今度は優しく、せーの。まだ目開けるなよ、顔も上げるな。ゆうたろう、俺のヒレは何本上がってる？ゼロ。目を開けてくれ。ゆうたろう、正解だ。拍手を送ってくれ。家族が呼んでる。今日はみんなと話ができてすげー楽しかったぜ。お前たち最高だぜ。ありがとう、楽しかったぜ。また会おうな。鉄の神、亀は友達、エサじゃない。